谷原公園の3じゃねえや口伸びだ。さっき相模原公園の規模を見てしまうとここも半分以下に、まあ、ワンちゃんしてるんだよな。うん、大型犬の子好きなんだよね。うん、すごい勢いでドスって当たってきてところに来て可愛かった。コーギーちゃん、うん、さっきのバックして人のところ入ってきたと超可愛くなかったよかった多分え？コーギーのさトラウマがあるかなと思ったらそういうのは全然 あれだけだよね。だからあの相手がちょっと威嚇するような子だとやっちゃうから、それもうちも犬もさ おやつでさ気にしないようにさせたいなと思ってるから。うん、なんか何あの針があるのちょっと気になる。これ高校なんじゃないの？違う違う違う、学校なんじゃないのこれ。なんか書いてある。ゴミは持ち帰ってください。ああ、これわかんないけど多分小学校中学校犬ライト外野席。いや寒くなってきた。上着とかないからいいのかなと思って。寒いバッツリ着てきて。ずりーなー、ね、男子便所女子便所ワンコの肉球跡。あ、かわいいよワンコ。どこのワンコかわからない。大型だろうね。うん、大型ですよね。ポンピー君家帰ってさ何食うかな。あーでも可愛かった。さっきのコーギーところにバックしちゃいたいね。なんか車のバック駐車みたいだったよね。あ、ここにもそれだった。どうしようかな、飯何食う。家帰ったら食うかな。すごい勢いでドスってきたからね食ってから外出るわ。うん、なんか別にシャも食べよう。別にどんだけ他のワンちゃんに汚されようが私は気にしはしないけど、まあそうは言ってもな、相手の飼い主さんは気にするよね。あ、うん、やべ、シャボは間違えた。遊びに終わっ、遊び終わってから食う。遊びに。で、天ぷら食う家帰って。あ、どうぞ、うん。半額セールしなくていいね、今日は。うん、今日はいいよ。やめよ、もったいないから。野菜もあるしな。ラーメン食おう、卵入れよう。あ、うん、そうだ、野菜買わなきゃいけないんだった。あ、そう、それ買ってくるか。うん、あのカットされてるキャベツでいいよ。カットキャベツ、うん、あの野菜炒め用のねキャベツだけのやつ、千切りじゃなくて。あ、待って待って、あ、まあ千切りのやつも安かったら買ってきてくれてもいい。なんかさ、あれ言ってなかったっけ、魚を鍋でやるから。あ、白菜カットされたやつ。白菜ね、はいはい、カットされた白菜も昨日買おうかなと思って買ってるよ。カット、あれあれあるっけ、ポン酢。ポン酢はたくさんあるよ。これは、うん、これポン酢。ポン酢、これもポン酢。ポン酢、わー、はい、かわいい。引き寄せられちゃった。引き寄せられちゃった。パパ行こう。お家になっちゃった。かわいい。なんでこうみんなさ、動き似てるよね、みんな。横向きで来るよね、うちのもだけで。かわいい。こんにちは。絶対、なんかみんな横向きで来るよ、ね。横向きだ。なんでだろうね、うちのも横向きで来るんだけど。パパ、お前。尻尾がちょっとちょっとちょっとだぞ、ポンちゃん。ちょっとだよ、ちょっと行かないとすぐうちに逃げちゃうんです興味があってかわいいね、うん、ちょっと可愛いんだね、うんうん、じゃあこの辺の距離でこんにちはって。かわいい私は終わってるこれ気に動くからね。そうなんですよ、急にバーって行っちゃう。ちょっと動くと、ね、ポンちゃんじっとしてあげてくれ。ポメラニア頭いいですからね。そう、いいんですか。この前、昔飼ってたけど、結構賢かったよ。おかわいい。何色のポメちゃんだったんですか。茶色で。あ、茶色、うん、かわいい。あ、びっくりした。この音びっくりした。こっちがびっくりした。
こちらは淵野辺公園管理事務所です。どうしたの？お手って痛いのした？公園第一駐車場は、じゃあこれがたまにも挟むじゃん。ああ、そういうことか。午後5時に閉場となります。興味あるね。あ、駐車場か、閉場。あ、ね、午後5時を過ぎてしまいますと、お車を出すことができなくなりますので、必ず時間内に退出をお願いいたします。いいか？大丈夫か？人が好きな。木の方たまにちゅうちゅう。大丈夫か。こちらこそ、どうもありがとうございます。かわいいなぁ。なんだっけ、あれなんだっけな。あ、パピオンだ。かわいい。かわいい。かわいいな。かわいい。なんかかわいいよね。うん。オレンジ染めたのか。うん。電話来ねえな。そうそう、電話来てもいいぞ。まそんなもんすよね、3、40分ってな、うん、言ってさ、これ見てさ、電話来たらいける。いや、来てないよな。ちょっと履歴見てみるか、来てないよな。これ来てたら泣くぞ、俺。うん、来てない。うん、あった、履歴あったと思ったら、うちの母ちゃんだった、昨日の。まあね、17時はねえよ、18時か。超焦ったよ、あ、やべえと思って。っ焦るっていうか、別にいいんだけどさ、残業できるから。いや、仕事なんかじゃないのって、私も思ったから、タイミング的に、うん、そうだよね。だからすげえ一生懸命、ね、上がってんじゃねえよとかって怒られんかと思って。いや、多分そういうんじゃなくて、うん、なんか、あ、待って待ってみたいな、これやってみたいなさ、うん、全然ありますけど、そういう電話かなと思って、緊急だと思ったもん。今絶賛できないからな。そしたら、なんてかかるの、急に来たから。しかもまだ仕事中の可能性ある時間帯に電話かけるってすげえな。うん、いろんな意味でさすがだよ。ウィッツか、ウィッツやん、ウィッツやん。うちはあれなのかな、まだまだあれだよね。え、大元のホームページのホームページはまだ言ってないよね。何の話？7日以降の営業時間の変更の話。多分でも多分ギリギリになって発表するっぽいこと言ってたから。ああ、まあね、まあ多分22時であろう。さあ、それは2発ではやべえよって言いますよ。店に絶つぶれてないよ。あそこ DDR2 台あったらいいんだけど、ね、1台エビに上げちゃったからね。じゃあもう一回聞こさせてみるよ。やっぱり斉藤さんはこの店好きなんで、もう一台増やしてほしいですって。いやでもいいや、 DDR 基本的になんかイラチする人とか早く刺さって帰りたいのに。黄昏るポンちゃん、パソコン。ほんとさ、よく聞いた、呼んでみ。ポピワン、ポピ、何それ、ポプ、ポピー、ポプ。違う、なんか、なんか見つけた、何も良くね。あの遠くにワンコいるけど、あ、やべ、来ねえな、電話。一回する、なんだろう、あの鳥。あ、行っちゃった。あれね、切り込んでる。ほら、そんなピリピリ顔してもバレないんだって。なんでピリピリ顔って。それピリピリ顔っていうの。ピリピリ、それちょっと顔をさらしてみようか。これ何？後ろこれストライクとか見えんの？こっからいいよね、ここにベンチやん。あ、なんか高そうなペンが、あ、こっから見えるんだ。フェルダーチョイスまであるの。エラーヒット違う、フェルダーチョイスってなんだっけ、忘れちゃったけど。あ、ちょっとなんでボバリンが始まってる。じゃあなんで嫌がってんの。今誰？コップ？かわいい。あー、お尻。もうキュ、もうキュ。じゃあ行こっか。ピルピル顔するよ、また。ピルピル顔はいいんだけど。疲
疲れたな、そうそう。5時になっちゃってよ。びっくりした。突然この音を聞いてる。こちらは淵鍋公園管理事務所です。公園第一駐車場はもう間もなく午後5時で閉場となります。それもすごすぎるこれ。閉場後はお車を出すことができなくなりますので、必ず時間内に退出をお願いいたします。車出したのってさ、もう諦めちゃったんだよね。会社というか廃棄してたのってさ、廃棄してたら金かかるからね。そうや、ここで止めてさ、出れなくなって諦めたからもう滑っちゃったね。不法投棄。いや、それもないでしょ。今日も帰れねえやーっつって。ワンちゃん、今日お友達いるよ。これ君や。ワンちゃんいるよ、ワンちゃん。ここにさ、もし車突っ込んできたら超怖いよ。死ぬわ。でもまだ広いから逃げ場所あるよ。最悪あそこの上に上がるとか。まあ。あ、階段の上上がればいいじゃん、あれ。三塁側の。いや、でも入れないじゃん。あ、本当だ。残念、入れない。見えなかった。怖いわ、うん。入れないで。階段に。この距離で車突っ込んできたら相当で、相当なスピード。あ、シェパードだ、かっこいいね。うん。そこから見ても分かるけど。まあ、俺みてえな感じだな。お前なんてあれだよ。お前なんてどちらかしたらその辺のゴキブリだよ。はい、ゴキブリ。やっと以上だったけど、スイッチ、ここに人で目で聞こうかって。ちっちゃいことで言うよ。こんなもんじゃん。うん。あ、バカ。何？来ねえ、電話来ねえ。俺の電話知らないのかな？いや、知ってるよな。うん。何回もここの電話来てる。書いてないし、電話番号。これ電話番号書いてたらなってるの。あ、書いてた。その人がどうすんだろうな。どこにいるんだろう。いや、もう戻って進捗どうですかって聞くしかないよ。怖いてね。こんにちは。こんにちは。はい、ちっちゃいんで。できんの？ないね。もう立ち上がっちゃった。ちっちゃいから。あなたどこ？手出してこうやって遊ぼうってやりそうな感じです。よくやってもらう。どうしてもそうなんですよね。体格差あるからこうなっちゃうんですよね。これでもあのチワワなんか倒れちゃいますからね。ああ。そんぐらいの衝撃になっちゃうんですよ。うちもね。友達だ。いや、友達だもんね。じゃあ、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 座って、なんで、お座りしては、お座り、お座り、座って、座って、座って、あ、偉い、偉い、じゃあ、じゃあ、それちゃうで、ほら、ほんちゃん、接してるよ、はい、座る、接できるの、君も接してごらん、はい、座って、接、接は、接、接、ほんちゃん、接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 、お手になっちゃった、お手になっちゃった、すごい。まだね、特訓中だからしょうがない。お座りできるだけ。座り。座り。おお。ちゃんとアイコンタクトだからね。すごい。ボールどこ行っちゃう？あれ？ボール？どこ行った？あ、だった。一緒に走りそうだな。やってこい。あ、おやつ、うん、あ、すごいポキポキうわー、すごいポキ
賢い、うん、遊びたくて、うん、今何歳ちょっとなんで1歳2歳ちょっと2歳じゃあ本当にまだまだ遊びたいっていう運動遊びたいといっぱい運動したい年ですよね。来たんですけどね、もう1時間以上ボール投げしてきたんだ。いやでも足りない。すごい。いやもういくらでもやりますよ。ええー、すごい。あ、2つある。2つ加えてくるんですか。あ、すごいすごいすごい。2つ加えたね。ちょっとあのプイって音が。ちょっと2つはきついですかわんねえ。プイプイになってちょっと待って頑張る。2つ頑張るから待ってって感じ。はい。プイプイになってる。プイプイになってる。車大丈夫かな。電話かかってこない。かわいい。あ、いえいえ、こちらこそ。ありがとうございます。あらね、かわいい。超かわいい。ボール、ついついつい。笑っちゃった。頭良すぎでしょ。いや、ね、でも、本当にね。あのピクーが。素振り禁止かも。ああいう、こっち、うん。だったら多分本当にあんぐらいしつけしないとダメだと思う。怖いよね、多分人にも噛みついちゃうねが。ちゃんとやんないと。ちょっとピープーが、ピープー笑って、ピープーピープー。ちょっと待って、1時間かかる。やっぱ1時間かかる。まあそんなもんでしょ、うん。俺もう早くおでん食いてんだよ。え、なんかあったんかな。え、なんであれ、あれじゃないの。そうな。そうな。いや、あれもつけたい。すんげーセンスあったのつけ方だなと思われてんじゃん。綺麗にあれしてくれたりして、まさか。あ、マジで。いや、わかんないけどね。カバーどっか行っちゃったんだよね。一個、あの左側の。カバーがないから、探してんじゃない。カバーどっか行っちゃったんだよ。多分、寝室のとこにあると思う。捨ててはないと思うけど、家帰って探そう。すごいな、2歳か。これ洗おうかな、そろそろ。ジャンパーさん、くせえ。あ、ジャンパー、洗いますって勝手に捨ててる。明日ジャンパー系全部洗おうと思って。そうだね、手袋ね。あ、それも洗いますか。うん、ジャンパーさん。あ、そう、なんか一年目、いいね。そう、フレンドリーだね。うん、フレンドリー。なんか特に何もしつけてないけどさ、多分あそこの店長が良かったから、こんだけフレンドリーに決まってるんだから。けど追いかけられるとね、逃げるけど、うん、まあ、でも大丈夫なのは多分。そうだ、可愛いな、ペパーがいいな。ペパーはかっこいいね。じゃあね、あのほら、どこでるかな、あの子もそうだったじゃん、年近かったけどさ、うん、遊びたいからってポポポポこうやって、まあ、うん、どうしてもあれ大きいワンコだから仕方ないんだよ、小さいワンコに対して。あ、確かにね、あのサイズ、キバは多分フットボールが確かやばい、眠い。私もお手タッチされたら私こけるかもしれない。あれ、5時になっちゃった。ビビビビビやっちゃう。見てる見てる、ラジコン見てる。お前苦手なくせにラジコン見てる。怖いよな、怖いな、ラジコン。興味あるけど、どうせ怖いの、どうせ。興味てるけど。いえいえ、大丈夫ですよ。あ、ちょっと待って。あ、反応しちゃった。結局怖いんじゃん。結局怖いんじゃん。
ったんですよ。そうなんですよ。必死に吠えてるね、笑うなよね、飼い主たちね。ほんと、もう一回ラジカル怖がるの、何なんだか。何に譲ってんだろうね。旦那さんかと思って、女性だった。本当に、娘さんに。恐ろしいわ。バレーボールだね。ちょっと高っ。今日の現場の会話も気持ちが。ラジコンの本からなんか、ポメラニアンがついてきたよ。興味示したから近いと来たらすごい興味が笑っちゃうよ。結局、なんかちょっと変化あんのかと思ったら何も変わんなかったよ、ただただビビってただけ。キャバーあんのみたいな、なんかポップって面白いんだ、こんなことあるってくらい。そうなんだよ、来ないんだよ電話。どうぞ、寒くなってきたな。来ないんだよ電話。電話して聞くわけにもいかねえしな。煽りの電話かきます。煽りみたいになるもんね。煽りっていうつもりじゃないけどさ、どれぐらいかな。電話来ないのかな。え、そんなことないですよ。電話来るって言ってなかったっけ。言ってたよね。え、知らないけど。いや、電話かかったことがないことはない。だっていつも電話来るじゃん。うん、ブーってブーって。ラジコン、ラジコン部分だけ動画欲しい。うんこ、うんこかもしれない。損傷もないと思うけど。うんこかな。うんこだ。踏ん張りそこ。ケーブル線切っちゃいましたとか。ああ。やられた。かな。やんない、やんない、やんない、やんない。シャーってしなくていい、シャーって。何で？腹減ったよ。どうしようかな。まあそこの方行こう、行くか。すぐ帰れる。あ、かわいい。今日だろ、ピープーが忘れるな。一応面白かった。ね。ピープー、ピープー。2つ加えてくるとかすごい。だけど微妙に遊んでほしいからさ、微妙に飼い主から遠いところでさ、あれ、びっくりした。こっちがこれ切れるかな、そのうちプチンって。切ってないです。あべ、もう36壊したけど。いやいや、やんないで。
ろそろ。ちょっとそんなに登山後で歩くとは思ってなかったから。これね、もう30分ぐらい前に来ても帰れるかなと、ね、値段だけ入ってたから4時半ぐらいに電話くれたかった、うん、汗かよ。ケンケンはでも簡易的だ。簡易的というか、ね、レオカーって来るよね。来ると思うよ。まあいいや、戻りつつ戻ってくるときに、ね、戻り途中に電話かかってきた今から。1時間半かかってるね、残念なんだ。まあでも別に本来4時からだから、予約は。いやまあでも4時からだとしても3、4時から予約っていうのは、その、コーナーの行動はあまりひどかった。閉店になってたし、閉店後からかな。今日はもう終わりでしたみたいな。危ないでしょ、帰らないよ帰れるけど。なんかあったのかな。でも車なんか車穴開けましたね。とりあえずあれじゃない、4時からだから4時までに、4時にスタートしてんじゃないの多分。いやでもそれでもまあいいや、待ちましょう。待ちましょう。さあ、始めましょう。さあ、始めましょう。腹減ったんだよ。俺もね、腹減った。こんな感じ。家帰ってご飯あるじゃん。ご飯あったっけ、もうないじゃん。あ、ないや。うわ。なんで。じゃあいいや。あれ、あ、今日カレー買ってこよう。知らんのこれ。あれにしよう。またラーメンか、また肉合わせ。うどん。生ラーメンにする？いや、いい。インスタントで。楽だから。来た。お休みしてる。どうするの、今さっきから。メールだって。そんな聞いてないから。着信拒否してないよな。え？いや、着信拒否はしてないよ。着信拒否しちゃったの？いや、してないと思う。うん、なんだろうな。何の鳴き声あれ？え、鳥じゃん。パパ、あんまりそこは良くないと思う。多分これ花壇の中だから、実はここに木がある。かわいい。ダブルフェイス。ダブルフェイス。来た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 来
ちは。はい、大丈夫です。ね、いえいえ大丈夫です。ありがとうって。電話来ないんだよ。どうしようか。いつ来んの？戻ってみるか。あと何年ぐらい？で、それが言い過ぎ。3、40分でしたもんね。私は君がそう言ったのを聞いてるだけだから。あ、本当？だって、店の人からもう買いますよね。リーガー、え？リーガー、服に丸毛って書いてあった。ちょっと気持ち聞いていいのか分からなくて。丸毛なんか見えた、かわいい T シャツです。戻るか、ちょっと戻っても直接聞くしかないから。できました？で、できてたらちょっと泣くよね。あ、電話かかってこなかった。寂しいみたいな。いや、でも電話いつも来てるから来るでしょ、さすがに。うん、すいませんでしたって謝られるの。いえいえって俺言っちゃうんです。でも、おっかない人は言うよね。遅いよね。別に、変な話、お互いにニューニューに行った方がさ、うん、いいです。なんか、いい意味で詐欺、次なんかあったら詐欺しようみたいな気持ちになるじゃん。ここで切るか。